はい、こんにちは。元オリンピック日本代表の森田カエルです。子どもたちから、たくさんの質問を寄せられていますので、お答えしていきます。はい、本日も子どもたちからの質問を答えしていきます。試合前に緊張をほぐすのは、どうしたらいいですかという質問です。この緊張というのは、よく緊張するからタイムが出ないっていう思う方多いんですけど、これ緊張は絶対にします。僕もずっと長年経験してきて、緊張しなかった試合っていうのは一回もないです。まあ、なので、この質問で言うようにほぐすということになっていると思うんですが、まあ一つ分かってほしいのは、緊張は絶対するというところです。なので、緊張した状態でまだガチガチになってしまうと、それはやっぱりね、泳ぎが力んでしまったりとか、タイムが出ないので、まあそういう形の部分からほぐすという部分で、この質問を答えていくと、どちらかというと、こうすごく緊張してる時っていうのは呼吸がすごく速くなるんですね。なので腹式呼吸って言って、鼻からスーって吸って口から吐いてあげるっていう呼吸法があります。それを目をつぶってスーって吸って吐いてあげるっていうのを、まず消臭とかでやってあげるのが一つと、あとすごく緊張する時っていうのは、皆さんは招集所にいるときに、前の人のタイムとか、あと周りの人を見たりとかっていうことで、なんか周りが気になったときっていうのはすごく緊張しやすいです。一組前の人が自分のタイムよりも早く泳ぐと、やばい早いなとか、これで、自分がこう泳がないと決勝残れないなとか、そういうことばっかりを考えてしまうと、思ってる以上の緊張をしてしまいますので、本当に招集所とかで緊張する方は、前の人のタイムを見たくても見ない、もう目をつぶってた方がいいです。もう目をつぶって深呼吸ばかりして、自分の、名前を呼ばれて、コース台の前に行くまでは、もう本当に前の人のことを気にしないってことを気をつけてやってあげると、リラックスした形の部分で自分に集中できますので、いいタイムを出ると思いますので、ぜひやってみてください。はい、どうだったでしょうか。この子どもたちからの質問というのは、やっぱり2020年、東京オリンピックに向けてのすごく参考になる動画になってくると思います。ぜひ、このやっぱオリンピックに出る出ないだと全然自分自身の自信も違ってきますし、やっぱりいろんな環境も変わってきます。なので、皆さんが絶対にオリンピックに出るんだっていう気持ちで、ぜひ、練習をしていただいて、まあ、今日やったこういう気持ちの部分っていうのをですね、心構えをぜひ今から、こう自分オリンピック選手ならどうなりたいんだっていうのを頭の中に入れながら、トレーニングしてもらえたらと思います。またこの後ですね、僕の少し泳いでるシーンとかをアップしますので、ぜひ、参考にしてもらえたらと思います。本日はありがとうございました。